こんにちは。 AI と未来の副業ワールドチャンネルへようこそ。今日は AI を使って爆速で感想文を作る方法を紹介します。なんとたった3分で素敵な映画感想文を作れますよ。映画の感想を書くのって実は結構時間がかかるものですよね。皆さんはどのくらい時間を使っていますか？10分、30分、60分。今回使用するのはチャット GPT-4 という最先端の AI。 この AI があれば映画感想文もサクサクと書けるんですよ。それでは実際にこの AI を使って映画感想文を作ってみましょう。プロセスを一緒に見ていきましょう。現在上映中のアニメ映画大雪海のカイナ星野賢者、皆さんはもう見ましたか？私は風の谷のナウシカを思い出しました。クラウドソーシングサイトにお仕事が募集しています。この映画の感想をお題として AI にお手伝いしてもらいましょう。実際に AI で感想文を書いてみましょう。チャット GPT-4 を起動して次の通り指示文を入力します。映画大雪海のカイナ星野賢者に関する感想文を書きたい。映画の概要について教えて。見る時間がないのでネタバレありでお願い。感想文の書き手は55歳日本人男性。自らの経験に基づき感想を書きたい。どこか書きやすそうな部分はある？例を提示した上で説明して、それで矢印ボタンをポチッと。すると AI が映画の感想と感想文の書き方のポイントを生成してくれます。ずらずらっと一瞬で考えて書いてくれましたね。では次に感想文の下書きを作成してもらいましょう。次の通り指示文を入力します。映画大雪海のカイナ星野賢者の感想文を書かないといけません。代わりに書いて。文字数300字。書き手54歳男性。情報なんですが、今回はクラウドソーシングサイトに載っていたお仕事詳細をまるっとコピペします。普段は書き手である自分の情報を書いてもらったらいいですよ。矢印ボタンをポチッとクリックすると一瞬で感想文らしきものが生成されました。さてさて、そこで注意点です。 AI はもっともらしい文章を生成してくれますが、誤謬が含まれることがあります。また抽象的な一般論で感想なのか何かわからない文だったりします。そのあたりのことはお仕事の注意事項にも書いてあります。一番重要なのはお仕事に対する納品をする場合です。 AI で自動生成した文章はダメとありますので、自分の感想を盛り込みましょう。 AI が示してくれた映画の感想と感想文の書き方のポイントがありましたよね。こちらを参考に AI 文の手直しを行った上で納品しましょう。以上が AI を使った感想文作成の基本とコツでした。今日紹介した手法は時間をかけずに感想文を生成するためのものです。この動画がお役に立った場合、評価やチャンネル登録をお願いします。今回使用したチャット GPT のプロンプトはこちらのブログで公開しています。リンクは概要欄を見てください。次回 AI でブログ記事を爆速作成、もう楽しみに。